曲なんだけど浮いてるなやっぱり浮いてるな浮いてるけど。こんにちは、島村楽器モラージュ勝負店ピアノインストラクターの岩田とサックスインストラクターの村上です。よろしくお願いします。本日は村上さんのサックスのレッスン3回目を受けてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、今回3回目ということでですね、前回アメージンググレイスを、練習でやってみましたけども、前半部分進んでみました。今回は、はい、その後続きでですね、曲の、最後まで行ってみたいと思いますんで、はい、はい、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。頑張りましょう。前回、楽お渡ししました、はい、練習とかやってみましたか？あ、しました。おー、いいですね、はいこの部屋でやりましたか？はい、いいですね、電卓ありますからね。そうですね、はい、いっぱいやりました。はい、いいと思います、はい、今日はその成果を、はいはい、最初に聞かせていただこうと思います。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、さて、そしたらですね、先ほど吹いていただきまして、すごくよく吹けてらっしゃったんですけども、難しそうなところがですね、楽譜でいうところのミレドミっていうところですね、はい、はい、音のつながりがね、難しいと思います、はい、何回かね、繰り返してここをやってみましょうか。後ろの親指ですね、ミレでは押さえてあるんですけども、はい、ドで一回離しちゃうのでちょっとこう浮いちゃうんですね、はい、ミレドとこうパッと離れちゃうと思います。離れちゃうといろいろこうブレちゃって次の動きが取りづらいので、できればねここ、離す動作があっても親指の一部分、お腹のあたりですね、親指の腹あたりは、こちらサムレストっていうところですけども、ここに、ついてあげる状態、はい、で押す離す押す離すでしてあげると、ちょっと安定するかなと。そうですか。ちょっとねちょっと苦労してるね、もう一度ねミレドミーというところ、やってみたいと思います。あ、よくなったんですよ。よくなったけど浮いてるな。やっぱり浮いてるな。浮いてるけど、まあ気をつけましょう。最後にもう一回曲通して吹いてみたいと思いますんで。はい。はい、改めてやってみましょう、はい。お願いします。はい。はい。前よりね、曲最後まで行ってもらって、はい、よく通るようになったと思います、もう一回ですね、あと残りありますので、はい、今度はですね、また2人でですね吹いてみたりとか、はい、まあ、そんな形で、さらに曲をですね完成させていけるといいかなと思いますので、あと1回頑張っていきましょう、はい、はい、というわけで、こんな感じでですね、
スのレッスン、島村勝負店でやっております、気になるなと、思っていただいた方はですね、こちら YouTube の概要欄に、入れておきますので、こちらご確認いただきまして、お問い合わせいただけますと幸いでございます。というわけで、第3回終了いたしました。はい、はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。